コロナウイルス化とは、ウイルスの分類において、エンベロープを持つ一本差プラス 3RNA ウイルスの、とかの一つ。2019年のエクトブの分類では、二度ウイルス目コルニドウイルスア目に属する。コロナウイルスとは、コロナウイルス化とオルトコロナウイルスアの通称で、コロナビルニーという表記もある。コロナウイルス化のウイルスゲノムの長さは、約26-32キロベースで、 RNA ウイルスとしては最大級である。プラナリアで発見された41キロ塩基の二度ウイルスに次いで2番目となる。コロナウイルスのビリオン別図2018年のエクトブの分類では、コロナウイルス化は2赤、5族、23ア族、約40種で構成されていた。2019年のエクトブの分類では、ニ2赤、5族、26ア族、46種となった。 アルファコロナウイルス属、ベータコロナウイルス属、エンベコウイルスア族ヒベコウイルスア族メルベコウイルス、ア族ノベコウイルスア族サルベコウイルスア族、デルタコロナウイルス属、ガンマコロナウイルス属未分類。ありがとうございます。